すみません、皆様お料理はいかがだったでしょうか。たくさんのお料理を出していただきましたので、とても5時間が過ぎてしまって、予定の時間よりも遅くなってしまって、この後のご予定がある方もいらっしゃるかとは思いますけれども、すみません、遅くなったんですが、今から少しスパイスのお話をさせていただきたいと思います。昭和薬科大学准教授、医学博士でもいらっしゃいます小野寺聡先生から、スパイスについて のお話していただきますので、お腹いっぱいかとは思いますが、今度は頭の方もいっぱいにしてお迎えいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。紹介する昭和医科大学の小野寺といいます。皆さんすでにお腹いっぱいで、この後話すと皆さん消化不良起こすじゃないですか。心配でならないんですけども、一応今日はですね、スパイスの、ね、話を少ししてくれってことなんですが、スパイスっていっぱいたくさんありますので、今日ちょっと使われたスパイスちょっと少しね、説明する程度ぐらいで、時間もあれなので、また次回ですね、この食べる前にしっかりとね、私もちょっと少しお酒入ってるのでまずですね、ここに出しましたように、スパイスは何ですかということですが、その前にですね、これパキスタンの国旗ですよね。これ結構読んだら結構意味合いがすごいですよね。まず白は平和だ、で緑はイスラム教と聖なる色、これ繁栄を示しているんですよね。それからあと三日月は進歩と発展ですよね。あと星です、光明と知識。それからあと旗竿のこの左のこの白いですね、これは基本的にイスラム教徒が多いんですけども、それ以外の人たちもね、国民の存在もあるわけです。やっぱ多分全ての人たちは平和でね、生きていきたいというのがこれに合わせてなということで、非常に感動いたしました。そういったところで、ね、今回 のパキスタンのね、料理で、たまたまこういうスパイスを使うので、スパイスの話をしてくれって言われて、なので、ちょっと少しそれらしき話をしていきたいと思います。それでまず皆さんパキスタンってね、行ったことある人、私もよく分からなかったので、一応どこかなと思って調べました。この地球儀見るとね、よく見たら赤いのがちょっとこれパキスタンじゃないなと思ったんですね。どうでしょうか。これ赤、これちょっと間違ってるなと思いましたね。これちょっとネットから撮ったものですから、ちょっとね、これ指摘しとかないといけないなと思って失礼だろうと思います。実際のパキスタンはここですよね。ここインドがありまして、ここパキスタン、ここは多分アフガニスタンということもちょっと見つけました。あとこういうと、これは山、僕から行くのは行ってみたいなときもあります。そういうことですね。じゃあまずですね、スパイスっていう言葉でね、日本語では、香辛料っていうことで、言っておりますけども、これもですね、いろいろネットから拾ってきたんですけども、日本にはそういういろんな教会がありましてね、これ書いてありませんけども、いろんなスパイス協会みたいなのがあって、そういうところから選んで取ってきました。で、まずですね、スパイスというか、香辛料ですね、昔からどういうふうに使われてたのかということですけども、昔は肉をですね、やっぱ保存する、あるいはあれと移動したりするときに、やっぱ腐らないようにするためになんか使ってたんじゃないかということは実際残ってるんですね。昔は胡椒とか、そういうのもありましたし、で、そういった腐敗から守ったりとかですね、なんかその香りがするので、新鮮なるものということでなんか使われてたそうです。
でそれ だいたいいつ頃からかというと相当昔で、まあ、紀元前3000年頃というのが書いてありましたけども、例えば古代エジプトだと、まあ、死後の魂の復活が、まあ、昔の人はやっぱ、まあ、信じたんですよね。あとミイラが盛んにそれで作ったということもありましたし、あとその香りがですね、まあ、神秘的な香りを持ってます豊富さや隠さるのを生物で、まあ、クローブとかシナモンといったものが、ね、まあ、利用されてたのは昔から。そうです。で現在はですね、どういう形で使われているかというと、まあ、皆さんのプリントがありますから、見えましたプリント法を見ていただければいいんですけども、まあ、基本的には食欲増進、それから疲労回復、まあ、消化吸収、あるいは促進ですね。あと競争性、まあまあ、元気、まあ、使いたい元気、まあ、疲労がちょっと似てると思いますけども、あとそれから殺菌作用もあるというのでね、まあ、非常にそういったいろんな方面で使われていた。まあ、最終的にはこれは健康維持あるいは増進だろうということで今では使われております。まあ、確かにいろいろ調べると確かに体にいいもの結構あるので、まあ、それにしても研究している人たくさんおります。でそれでまあ、やっぱりこういったスパイス、まあ、香辛料、我々どっちかといえばですね、こういった熱帯からですね、まあ、温帯地方の方にここからの種類が多いんですね。で大体3つのグループに入るそうなんですけども、まあ、熱帯から熱帯の部分と、それから亜熱帯から温帯に広がる、ね、それからと温帯ですか、温帯取れる部分、大体このようなところからの、まあ、これ一部ですけどね、たくさんそういった地域で、まあ、取れているということですね。やはりこれ見えちゃうし、これ見て分かりますように暑いところですかね、ところの方が我々そういった香辛料でよく使われているというのが分かるだろうと思います。で、まあ、香辛料、まあ、スパイスというのは、まあ、2つに分かれるということなんですね。一つは、まあ、本来のスパイスというのと、あとそれからハーブっていうんですね、ハーブというのがありまして、でこれの違いは何かというと、ハーブというのは茎とか葉とか花を使う、まあ、よく皆さんも使われていると思いますけどね。でところがそのスパイスはこれ以外のもの、茎とか葉とか花以外のものを使ったものがスパイスというふうに言われているんです。まあ、これただ、まあ、よく使われているものを例と挙げましたけども、まあ、その違いがあるんだと。もちろんハーブハーブとしてのね、香りとか、あるいはその、まあ、まあ、精油を使ってこのアロマセラピーとかですね、まあ、そういったものによく利用されております。でこのハーブっていうのは皆さんも家庭でよく使われてる人いると思いますけど、これ基本的にはヨーロッパでいうとメディカルハーブなんですね。メディカルに使ってるのが基本的にハーブなんです。だから日本に今来てるハーブって意味合いっていうのも、実は言うとメディカルな、まあ、医学的な、あるいは健康維持、あるいは治療っていったね、そういうところも含めた形のが基本的にハーブと言われているものなんですね。ですからその、まあ、アロマセラピストというのも結構ありますけど、ヨーロッパだとその専門学校に行ってですね、国家資格があるわけですよ、ちゃんとしたね。それがいわゆるそういうメディカルなね、治療にも使っているというのがあるんですけど、まあ、これもアメリカもそうですけど、日本はいろんな教会ありますけども、教会で一応免除出してやってて、国家資格なんでもないんですけどね、まあ、一応そういったハーブ、まあ、の取り入れたアロマセラピーですね、まあ、まあ、いずれにしましてやっぱそれ健康ですね、体を維持するそういったものに使っている基本的にハーブという考え方なんですね。教義、まあ、それに対してやっぱスパイスも同じで同じでそのやっぱ体にいいもの、健康にいいもの、先ほど言ったような健康、食欲不振の時にはね、それも新からも食べると非常に良くなるようなんですね。ちょっと話し合いますけども、まあ、日本食でもね、まあ、あれがスパイス入るわけじゃないんだけど、例えば長芋ってありますよね。あれはですね、実は言うと食欲不振の人に食べさせると食欲増進になります。
例えばがんとかね、なんかで白菜でちょっと食欲ないとか、ないかなっていうのは長芋をして食べさせると食欲出てくるっていうケースも知っているんですよ。だからああいうのっていうのはいわゆる食欲さえ増せばがんとかいうのも結構ね治療できるんですよね。皆さんやっぱりついで食欲なくなったりとかするもんですから、それでガタガタっていっちゃうケースが出てくるので、要はやっぱ食べないといけないね。食べると結構抵抗力できますので頑張れるんで、だから長芋ってもね言われてくれば結構いいんですよね。食べれ食欲ないな時にはどうしてね、飲み込むように食べると結構食欲出てくるというケースがありますので、それちょっとまた違いますけども、いずれにしましてもやっぱし基本的には食欲をね増したり、健康にいいものっていうのは結構あるんですね。でそれで私も好きなんですよ、カレーライスのありますけどね、日本ではよく私もこれも1日3食食べても飽きないくらいなんですけど、昔は学生というかいた時は毎日カレー作ってですね、もう毎日カレー食べた時期ありましたけども、このカレーはですね、一つは海軍カレーっていうのがあって調べるとね、ああいう海軍っていいますか船乗りがずっと長くね海の方に行ってるとやっぱり、曜日が分からなくなってしまうだそうです。それで今でもあるんですけども、金曜日には必ずカレーが出るというのがあるんです。そうすると乗組員はカレーの時期だ、今日は金曜日なんだなっていうのがそれで分かる。昔はイギリスが入った時は土曜日だったんですけども、日本は週休2日制になって土曜日休みだったので、だからそれを金曜日になったそうなんですけどね。でこういうので一つのねカレーっても香辛料も入ってますけども、それがいわゆるこのね曜日の一つのねになっていたというふうに言われております。これが実際横須賀行くとあるんだそうですよ、カレー。いろんな今種類あるという、これ普通の種類ですね。でこれ後で飲みますけども、黄色い色というのはね、ウコンウコンでターメリックという色ですね。これ後でちょっと話しますけども、こういったものによく日本ではよく使われておりました。で今日お話ありました中でブラックカルダモンでいいのかな、グリーンカルダモン、こういう色ですね、調べたら。であとはクローブ、これはよくカレーにはよく使われる、ものだということで、今日はこれをちょっと今日は例として取り上げることにしました。でまずカルダモン、カルダモンですね、結局これは香りが、芳香性で香りがあって、ケイン剤ですね、食欲不振の人にはこれが食欲よくなるということでよく使われているということですね。で、もちろん匂いが強いですので、いろんな、ね、消臭効果にもいろいろ使われるということで、よく人気があって使われているということです。これは先ほど言ったようにブラックカルダモンとグリーンカルダモンで、もう一つはクローブっていうのがよく使われるようなんですけども、これにはオイギノールっていうね化学物質を含んでまして、それでこれは抗酸化作用、これポリフェノールっていう抗酸化作用が非常に強いっていうことですね。で、今皆さん今日食べましたけども、食べても体にはね酸化されてるわけです。動いても、ラジカルがいっぱいできましてね、皆さん今日若い人多いんですけど、若い人たちは細胞の中に
抗酸化作用するような酵素をいっぱい持っているんですね、実際はね。でところが年取ってくると、それであの 抗酸化する作用のものが酵素が減ってきますので、やっぱ酸化性のものができまして、それで体をいろんなアタックしてしまうというのがあります。今ですからいろんな病気を起こしてしまうということですね。で、まあ、そういったこともありまして、まあ、アンチエイジングとかよく最近言われましてですね、それでまあ抗酸化作用のものをね、たくさん取った方がいいっていうのはよく言われていますね。あとワインでも赤の色とかね、まあ、いろいろまあ言われてますけども、まあそういう中でもこういったね、あのスパイスの中でもこういった抗酸化作用のものがありますよということなんですね。それで、あとちょっと今日使ってないかもしれない、ターメリックっていうのがちょっとあるんですけども、これはね、よくね、あのカレーなんかの黄色い色ですよね、クルクミンっていうのであのありますけども、こういうのよくサプリメントでもよくね出てたりしまして、よく肝臓のですね、解毒性とかの書いてありますけど、いいんだってことで、よくサプリも出てますけども、一時前飲んで亡くなったケースの人、あるいは悪くなった人ケースおりますよね。あれはですね、やっぱし肝臓いいんだって言っちゃったもんですから、肝臓の疾患の人、疾患かかった人はどんどん飲んじゃったんですね。逆に疾患ある人は飲むと逆に逆効果いっちゃうので、ですからあれはだからダメなんですね。だから普通の何の病気持ってない人は飲む分でいいんですけども、肝臓悪い人は飲んじゃダメなんですよ、基本的に。だからそれちょっと勘違いしていて、宣伝もちゃんときちっとしなかったっていうのがあるんですけども、ですからやっぱり知らない人はですね、いいって言っちゃえば、まあ、例えば一錠でいいものがね、もっとたくさんの方が効くんじゃないかっていうのはよく言われ、思っちゃってたくさん飲んでしまったっていう人もおりまして、逆にそれで強く作用出さって、亡くなったという人もいるんですよね。だからその辺はちょっと勘違いしている人がおりますので、やはりサプリメントといえども、やはりきちっとそれなりの人に聞いてですね、あるいは状態を体を見て、相談した方がいいと思います。まあ身近で言えば薬局に行って薬剤師に聞くのが一番手っ取り早いと思うんですけど、医者に聞いてもよく分からないので、いやそれはやめた方がいいって感じで言われますから、医者の方はね。ですから薬剤師の方がよく丁寧にいろいろ教えてくれると思いますので、心配であれば聞いた方がいいと思います。それであともう一つですね、これ情報があるんです。まあシナモンってよく使ってるありますけども、その中にクマリンって成分あるんですけど、これがですね、ドイツの方で肝障害が見つかったっていうのがあります。これはどっちかというとサプリメントの方でたくさん取った人なんですけども、肝障害があるということが分かったんですね。たくさん取ると。ですから普通に普通っていうか料理に使う程度はいいんでしょうけど、特にサプリメントみたいなね、濃縮したようなものをたくさん取ると、こういった肝障害、逆に肝障害みたいなのが起きてしまうケースになりますよという一つの警告です。まあ詳しく見たい人はここのこれでやるもっと詳しいのが出てますので、そちらの方を見てもらえばいいんですけども、こういったクマリとこういう肝臓ですね、これが肝障害を起こすということが分かっています。ですからこれダメだってわけじゃないけど、使う量さえね気をつければ十分大丈夫っていうことなんですね。ただよく一般の人はね、ダメっていうのはそれでみんな驚いてね、じゃあこれは使わないとかって人が結構出ちゃうんですけども、実際は使う量をね考えれば問題ないと思うんですね。あとちょっとついでな話しますけども、最近
油炒めるとですねアクリルアミド系統が出てそれが癌になるっていう発がん性が高くなるっていうのがさっきテレビで出てたあの皆さん知ってますでしょうか。あのアミノ酸の、ね、アスパラギンっていうのがですねアミノ酸が多いもので油で炒めるとですねアクリルアミドっていうこれは発がん性の物質ができるんですよ、ね、でこれが結局はあの良くないということで、まあ、一応警告ってことで、あのまあ、日本 の, あの厚生労働省でも出しましたけどもあの、まあ、これですからあの要はあの調理の時にね油で焦 げ, るよ焦げるまでやらなければそれを 減らせるっていうことなのでですからその辺のねあの油で炒める時間を短くすれば十分対応できるということなんですよ。ですから市販で料理してる間にですねそういったあの発がん性のものができてきたりとかね結構あるんですね世の中に。まあでもあれは、まあ、量的な毎日それだけねそんなそっちを食べてればなんでしょうけどもあの毎日いろいろ変えてですねバランスいい食事してれば何ら問題ないですけどね、まあ、一応そういう、まあ、事例があるということの、まあまあ、いろんなこれ食べ物でもよくあの出てきておりますので、まあ、皆さんもねちょっと耳を傾いて蹴っておいた方がいいかなと思います。でまあ時間はあれなのでだんだんそろそろ終わりはいきますけどまずスパイスっていうのはこう3つの働きが気をつけばねまず香り付けですよね。香り付けるってことはあの香りですから鼻からあのあれですねあの嗅覚ですねあの嗅神経こう鼻の奥あの皆さんのこのあなたが一番上の方ですねの方にあのあ鼻の方です鼻の奥の方の上の方に上の方です嗅神経とありましてそこから香るそれが一番ね脳に一番近いんですよ。で一番脳に一番近く神経当たりの一番香りなんですね。だからアロマセラピーっていうのもああいう香りを何て言うかのは一番あの鼻が香りからあの一番脳に一番刺激がすぐ行っちゃうので一番それがいいんですね。まあ、あれは、まあ、サウジかなんかでよく使ってますけどもあの、まあ、そういった効果があります。あとはあの辛みですよね。まあ今日は結構食べて、まあ、体非常に温まりましたけどもね、まあ、辛食べることで体の、まあ、循環器系統が良くなる、ね、血液のあの循環系良くなってあの血管が開いてきますのでちょっと汗ばんできたりとかね、まあ、ただ注意しなきゃいけないのは今日寒いですのであの外の時ちょっとね気をつけた方がいいと寒い時はまあとりあえずこれが南の方を食べるのでよく汗かいてねあのそれであの体の熱をそれで汗かくことによって熱を下げるっていう効果がありますので特に南の方はね、まあ、そういったことでよく使われてるわけですね。それからあと色付けですよね、まあ、こういったもので視覚的にそのあ見て美味しそうだなとかね、まあ、視覚的なものが刺激、まあ、これがいわゆるスパイスの3つの働きだろうということですね。でそれで最後にですねあの注意してほしい点というのがありますけどもやはりこういったの特にあの刺激が強い人というのはあの強いものに対してあの自分に合わないなというものはやっぱり控えた方がいいです。まあ、辛さもですねあのここもなんか辛み1から5まであったかなありますけど、まあ、辛いの好きな人はいいんですけどもぶり食べるとかえって逆に体の良くないので、まあ、その辺はね自分に合わせてやればいいし、まあ、無理なものは絶対やらないんですね。それからあとは特に化学物質ですからあの全部そのあのあとは、ね、ですからそれっていうのは我々の体にないものが体に入ってきますので、まあ、それに対してアレルギーが出る人います。だからそれは私は絶対やめた方がいいですね。あれに出た人はそれは絶対それはそのものを使わない方がいいと思います。それからあと何かやっててなんかちょっとまあ健康になっていうので食べてるんだけどなんかちょっとおかしいなと思ったらすぐやめた方がいい。やめればあの元に戻りますからね。まあそういったところを注意してあのこれからあの香辛料を楽しんでもらえば非常にいいのかなというふうに思います。まあ今日は皆さんお腹いっぱいで消化不良を起こされていいと思いますので、まあ、これを経て終わりたいと思います。
です。どうもありがとうございました。いかがだったでしょうか。いろいろスパイスのお話も伺えて良かったと思います。で本日は私たちジャスミンの、ファーストプログラムとなりましたフードセミナーにたくさんの方にお越しいただきましてとても嬉しく思いましたが、まだまだ始まったばかりの活動で何分にも初めてのことで時間もすごく長くなってしまってご予定のある方々にも大変ご迷惑をおかけしてしまいましたけれども、これからもこのような美味しくてそしてまたためになるようなプログラム、そしてまた子どもたちが楽しめるようなプログラムと女性が笑顔